突然の病気や怪我により目の前で人が倒れたら、あなたは適切な行動が取れますか？それがもし大切な家族や愛する人だったら、冷静に行動することが難しいかもしれません。はい、119番山形消防です。火事ですか？救急車の要請ですか？そんな時でも119番通報した際に応対した司令員が応急手当の方法について指導や助言をしてくれます。それが口頭指導です。通報者に対して倒れている人の症状や観察した結果を聞き取り、その状態に応じて必要な処置を言葉や音で教えてくれます。では一体どのようなものなのか映像を見て確認してみましょう。119番消防です。火事ですか？救急車の要請ですか？救急車をお願いします。それでは救急車が向かう住所を教えてください。山形市西崎 9-1 です。西消防署の東側にある山形さんのお宅ですね。はい、そうです。場所が分かりましたので救急車を出動させました。ご安心ください。あとは電話をつないだままにして、こちらの質問に答えてください。どなたがどうされましたか？私の父が急に胸を押さえて倒れました。呼びかけて反応はありますか？いいえ、全然動きません。お父さんの姿勢は仰向けですか？うつ伏せですか？仰向けです。次に呼吸を確認します。胸やお腹が上下するようないつも通りの呼吸をしていますか？いいえ、動きがなく呼吸をしていません。今の状況からするとお父さんには応急手当が必要です。心肺蘇生法を知っていますか？わかりません。それではこちらで教えますのでやってもらえますか？はい、やってみます。今使用している携帯電話はスマートフォンですか？はい、スマートフォンです。スピーカーモードに切り替えられますか？はい、スピーカーモードに切り替えました。それでは胸骨圧迫心臓マッサージの方法をお伝えします。お父さんの横に座ってください。座りました。胸の真ん中の硬い骨の部分に片方の手のひらの付け根を当て、もう一方の手をその上に重ねてください。重ねました。肘が曲がらないようまっすぐに伸ばし、真上から垂直に、胸が少なくとも5センチ沈むように押し続けてください。はい、1、1。押す速さは1分間に100回から120回の速さで、声に出して1、1、1、1と数えてください。はい、1、2、1。胸骨圧迫のリズムを音でお知らせします。この速さで救急隊が到着するか、お父さんの体が動き出すまで絶え間なく続けてください。はい。119番通報をして終わりではありません。救急隊が到着するまでの間、その場に居合わせた人の応急手当が倒れた人の予後と
社会復帰に大きく関わってきます。それでは次に心肺蘇生法と AED の使用について学んでみましょう。誰か来てください、誰か来てください。どうしましたか？人が倒れているので、あなたは119番通報。わかりました。あなたは AED を持ってきてください。わかりました。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、正常な呼吸なし。胸骨圧迫、服を脱がせますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、1、2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 、
3、4、AD を置きました。ありがとうございます。 AD を使いますか？使います。ではお願いします。はい、1、2。タップを胸の位置に直接装着してください。体から離れてください。解析中です。ショックが必要です。体から離れてください。ショックを実行します。ショックが完了しました。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を開始してください。3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。どうぞ。体から離れてください。ショックが必要です。ショックが必要です。体から離れてください。離れてください。ショックを実行します。電気ショックを行います。ショックが完了しました。胸骨圧迫を再開してください。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
人が倒れています。二次災害の危険なし、わかりますか？わかりますか？意識なし。誰か来てください。誰か来てください。どうしましたか？人が倒れているので、あなたは119番通報をお願いします。わかりました。あなたは AED を持ってきてください。わかりました。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、正常な呼吸なし。胸骨圧迫、服を脱がせますね。1、2、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